皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は12月の2日、もう師走ですね。寒い朝となりました。天気予報の方は、まあまあね、晴れというふうに出ておりますけれども、今日も一日12月押し迫ってな、ね、来るかなと思います。それでは今朝の一句では松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。松尾芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一句、松尾芭蕉268番目の句です。明月や池をめぐりてよもすがら、明月や池をめぐりてよもすがら。1686年、松尾芭蕉43歳の時の句です。それでは解説してみますね。美しい明月よ、一晩中池に移り巡っているものだなと、このように芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに細かく中身、内容を見てみましょう。まず俳句5・7・5、17文字、17音からチェックしてみたいと思います。まず上五、明月やと5文字で始まっております。そして中七、池をめぐりてと7文字、そして下五、よもすがらと5文字。今日の句はリズムは俳句5・7・5にきれいに整っている、調子のね、きれいな美しいリズムの句になっております。それではさらに中身、内容の俳句の季語なんですけれども、季語はと言いますと、まず明月やとこう始まっております。俳句ではね、月といえば秋というのが大きな季語と言われておりますので、まず今日の句は明月や始まっておりますから、秋の句ですね。秋の句、秋の月が美しい句、明月です。なんて美しい明月でしょうか、始まっております。そしてその次、池をめぐりてよもすがらと言ってるんですね。よもすがらというのは、今の言葉にすると一晩中ということですね。夜の間中ということなんですね。夜が据えるまで、夜の、終わるまでということなので、一晩中ということになります。ですからなんで、今日の月はまん丸いお月様、綺麗なんでしょうか。いやー、この明月はこれは一晩中池をめぐって綺麗に見えておりますね、というそういう句なんですね。池をめぐりてというのは言葉通りね、その言葉通りとっていいのではないかなと思います。お庭に池がある、そしてその池に美しいまん丸いお盆のようなお月様が池に映っているわけですね。池に月が映っている鏡のように、なんて美しい風景でしょうかと、これは一晩中、全然今日は雲もないので、この明月は一晩中この池をね、巡りながら、ちょうどこの池に月が映るんですよ。一晩中こう池がね、ずっ
と、こう、まあ、月ですので一晩中こう動いていきますよね。こう東の方から西の方にこう動いていくわけなんですけれども、その様子が一晩中よもすがら一晩中池をこう巡るようにして、きれいに見える、今夜は明月ですねという、そういうような、句を、場所はここで読んでいるのではないかなと思います。この句はね、すごく綺麗にまとめられていて、名句として芭蕉のね代表句としても有名ですよね。皆さんもよくご存知だと思います。何か難しい前書きだとか言われのね記録などは特には残されていないようですね。これはやはり芭蕉の草庵から、綺麗な月をめでているのでしょうか。池に映った美しい明月を詠んだ句ということになると思います。それでは今朝の一句、最後にもう一度ご紹介してお別れしたいと思います。明月や池をめぐりてよもすがら、明月や池をめぐりてよもすがら。1686年松尾芭蕉43歳の時の句です。それでは今日はこの辺でバイバイ、また来週、さよなら。